ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日のレターのご紹介です。弁証法的葛藤の解消についてお聞きしたいです。弁証法的葛藤の解消。葛藤の解消っていうのは大体弁証法的なので、弁証法的っていう言葉はいらないんじゃないかなと思うんですけれども、ツイッターの質問箱でそんな話を何回かされてて印象深かったです。葛藤の解消っていうのを、分かりやすくこう考えると、 A でも B でもなくて C に解決するみたいなね、そういうことですね。めちゃくちゃ分かりやすく言うと、今日はカレーが食べたいと思うじゃないですか。いや、でも、とんかつが食べたいっていう、こう、こっちも食べたいっていう気持ちが湧いてきて、これを葛藤を解消するには、カツカレーを食べようっていう話ですね。オチみたいな話ですけれども、A でも B でもなく、でも A も B も満たすようなもの。これが葛藤の解消ですね。で、葛藤の解消は正反合、要は弁証法で行われるっていうことです。で、質問をね、レターの続き読みますけれども、有名な言葉に Don't think, feel というのがありますが、ブルース・リーの映画の言葉らしいですけれども、自分は人生で何度かこれを言われたことがあります。考えすぎだとか心に従い的な意味合いだと思うのですが、そうですね、考えるな、感じなさいということですね。弁証法というのはイメージ的に、思考も感情もいろいろ使って葛藤するように思うのですが、そうですね、思考を使うことは良くないことのようなニュアンスも多く、上のブルース・リーの言葉も考えるの感じろなので時々分からなくなります。この考えるの感じろっていうのと弁証、その葛藤の解消というのは違う話なんじゃないかなと思うんですが、どうですかね。弁証法的葛藤を改めて教えていただけたら幸いです。先ほども申し上げたように、葛藤の解消というのは弁証法的なので、別に弁証法っていうのをつけなくてもよくて、ただソリアのトップページには弁証法的な話が載ってますよね。一応載せてるんですが、葛藤の解消は大体弁証法的です。弁証法的でなければ、認知行動療法みたいな感じで認知の歪みを直すということになっちゃうので、葛藤ではないわけですよね。そういう意味で言うと、弁証法的なものっていうのは認知行動療法ではないけれども、それを認知行動療法の方に導入したのが弁証法的行動療法っていうやつですかね。この2つはね、認知行動療法と弁証法的なものっていうのは相入れないところがあると思っているので、2つ合体してもね、PPAP でしたっけ？にはならないと思うんですけどね。それで、この方は、多分考えの方が先に来て、感じるっていうのがあんまり得じゃないんでしょうかね。だから考えるんじゃなくて考えなさい。要は頭でっかちの方なんじゃないですかね。この頭でっかちと考えるっていうのは、バーターみたいな関係で、頭でっかちだと、その感じるものちっちゃくなっちゃうんですね。普通の人は頭ちっちゃくて体が大きいじゃないですか。頭は頭
一等身だとすると体がもう7等身6等身ぐらいかなじゃないですか。これが普通のパターンなんです。要は体イコール気持ち感覚ですね。これが大きいんですね。だから Don't think, feel っていうのは人間の形を思い出してもらえば それが Don't think, feel なんですよ。こういう感じでいなさいよ、考えにあんまり支配されちゃダメですよっていう、そういうことなんですよね。だから葛藤の解消とは何か違うのかなって何か今日は思っています。でも明日になると、あ、いやそれはやっぱり似てる話ですねみたいに言ってるかもしれないですが、何か今日考えるに何か違う話のように思いました。まあそんなとこですね。それではまた。